IT テラコヤ公式チャンネル。こんにちは。プログラミングスクール IT テラコヤで講師をしています。佐藤和穂と申します。よろしくお願いします。はい。で、今日なんですけど、前回に引き続き、簡単なシューティングゲームの作り方、後編をやっていきたいと思います。なので、1個前の前編を見ていない人は、そっちを先に見てください。はい、じゃあそれじゃあ早速やっていきたいと思います。前回はですね、このように、矢印キーでロケットを左右に動かす、スペースキーを押すとこのように弾が発射されるところまで一緒に作っていきました。それで今回なんですけど、ただこの弾を撃つだけだとちょっと面白くないので、この弾を当てるためのターゲット、今回はロボットを使ってターゲットを、作っていきたいと思います。はい、それではスプライトを用意していきましょう。はい、今回使うスプライトが用意できました。このロボットを使っていきます。それではもうこのね、ロボットのコードをどんどん作っていきます。はい、まず緑の旗が押された時、大きさを今回はね、ちょっと大きいので、これを 50% ぐらいに変えていきたいと思います。はい、その次にスタートの座標を決めていきます。今回のロボットのスタートの座標は、X 座標が0。それで Y 座標が120です。なので、ここの数字を入力していきます。はい、そうすると、ロボットがこのような感じになります。それでですね、今回この標的のロボットはここにずっと立ち止まったままだといけないので、左右にね、このように自動で動いてくれるような動きをしてほしいなと思うので、ずっと10歩動かす。はい、この10歩動かすをずっとの中に入れてあげましょう。そして端についた時に跳ね返る、このコードを入れて1回旗を、ね、これで押してみましょう。はい、そうするとちょっとロボットが壁に跳ね返った時にひっくり返っちゃっているので、こういう時は回転方法を左右のみにする、このブロックを入れるとこのひっくり返っちゃうのが治ります。はい、もう一回押してみましょう。はい、これでロボットがちゃんとね、左右に自動で動くようになりました。はい、じゃあそれではここまで一回このロボットを見かけて弾を狙ってみて一回遊んでみましょう。どうですか？ロボットを見かけて撃つのもすごく楽しいんですけど、ちょっと当たった感覚があまりないので、もう少しゲーム性が欲しいなって思います。なので今回はこのロボットに当たった時にロボットの色が変わるようなコードを追加していきたいと思います。もしロボットがボールに触れたなら、これですね、ボールに触れたなら色の効果を25ずつ変える、見た目の中に色の効果を25ずつ変えるというブロックがあるので、この中に入れてあげましょう。はい、そうするとボールが当たった時、はい、このようにね、ロボットの色が変わります。これでね、ロボットがボールに当たったことが、見てすぐにわかるので、ただボールを当てるより、ね、ちょっとゲーム性が出て面白くなったかなって思います。はい、それではこれがロボットのコードになります。これをそのまま作ってもらえると、今みたいなロボットがボールに当たった時、色が変わるような、変化を加えられたかなって思います。はい、今日スクラッチのシューティングゲームを
くって言ったんですけど、今こうやってね画面に映しているように変数などを使ってボールに当たった時色を変えるだけじゃなくて得点も増えるような機能もつけられたりしたら面白いかなって思います。なのでね、このように応用してみて自分なりにねアレンジをしてみるのもいいと思います。ぜひちょっとやってみてください。はい、いかがでしたでしょうか。この他にもですね、プログラミングスクール IT テラコヤでは、もっとねこれ以上 ね複雑なそして面白いゲームをたくさん用意しているので、もしね一緒にプログラミングをやりたい子がいればぜひ、無料でね体験もやっているので一緒にゲームを作っていきましょう。ということで本日の簡単なシューティングゲームを作ろう後編を終わりにします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバイ。